それでは、もうちょっとしたら X イベント始めていきますんでよろしくお願いします。ご視聴の皆様方聞こえてますか、見えてますか、大丈夫。さあ読み合い堂カズの2人が関西から来ております。めちゃくちゃ強くなってる。5連敗して絶望しました。超強いでしょ、超強いよね。結局取れない、甘えすぎだから。関西ね、やっぱり ABC にいるかわかんないけども、おカフェがいますからね。ヤッホー、聞こえる。リカルド・ラウール、ラウール、ラウールさん、これ。明日 XR です。 XER 明日やりますんで盛りってますね。おお、この投げがね通してくるんですわ。大丈夫、見えてます。なんか人数減っちゃったけど、エクサー、エクサーの URL で貼っとくか。さあ南浦和ビッグワンで12時からかなやりますんでよろしくお願いします。ちょっと海外勢向けではないんですけども、今まで大会で優勝したことがない人が限定のイベントでございます。おいおい、怖怖怖。こんばんは、もみおさん、いらっしゃい。もみおさんは高見の見物ですからね。高見の見物野郎ですからね。阿部さんはしっかり今日来てますよ。もっと近くから高みの見物をしようというそういう感じです。
あそこのチュンリーの方、イベントやるんですけど、イベントやるんですけど、よかったらどうですか。キャラクターは描かないでいいです。はい、さあもうすでに配信は始まっておりますが、イベントはもうちょっと待ってください。今文字焼きですね。 1P 側が読み合い導流、 2P 側が文鎮フェイロン。さあヨミ様が来てるのにモミオは来てないってことですよね。冷たいな。ということで、なんか東京対地方やろうと思ったら東京ほとんどいねえわ。びっくりするぐらいいないわ。千葉、神奈川、大阪、一挙大阪、東京、大阪、東京、東京、あれ、ダオニがいる。スノニー、ペコさんも神奈川だしな。この読み合い堂カズの2人めちゃくちゃ強くなっちゃう。びっくりするですよ。あーっと烈空脚読みの強昇竜やったのに遅らせ烈空脚で台無しっていうね。バーサス対その他もありかな。よろしくお願いします。今日静岡からの使者も来てますので、バーサス対その他はできるな。福山さんは大阪に行ってもらって、黒岩さんも大阪に行ってもらって、やるわー。まあ、文鎮くんもあれですからね、ちゃんとエクサ出ますからね。バイソンヘイロンというやばいチーム編成ですので、さあエントリーいるかな。文鎮が勝ってますね。さすがですね。ニーガンさん、ニーガンさんね。ニーガンさん、あれですね、あの、釘バット持ってる人ですね。よし、じゃあ、はい、あのね、
じゃあ、さてさて、じゃあそろそろやりますか。そろそろやっていきましょう。どうしようかな、リーダー。なんかシリアスになってますけど大丈夫ですか。いや、福山さんのびのびやればいいんですよ。大会なんて勢いなんですから。ちょっとなんで名前出すんですか。いやいや、だってチームのそういう話し合いするのなんて素晴らしいことですよ。違うんですよ、ニカさん。ちょっとお伺いあるんですよ。実はちょっとことがありまして、はい、先ほど津村さんとちょっと対戦してたんですよ、はい、まあ、ちょっと前哨戦やろうみたいな、はあ、でそれだけ出た、それ終わって津村さんとカズさんが話してて、はい、ちょっと最高だねーとか、ちょっと出てませんでしたねみたいな話を、はい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 、聞いてしまって頑張らなあかん。まあでもいつもだしみたいな。マスパラですけどね。いつもだしって言ってもっと強気に出ていきましょう。ちょっと待ってください。ですね、あれ、これじゃないな。組み合わせ表がね、バーン、はい、バーン、どこだっけ。つむやま、あ、1回戦は陽一さんとこですか。ゼロツーの、ね、ここもなかなかきついブロックですね、はい、うち見てくださいよ、はい、もういきなり宿命のヒデさんとの対決。いきなりヒデですよ。ついかったら文鎮じゃないですか、はい、マジきついんですけど、はい、ぜひね、逆に草さんチームともう一度ね、うん、もう一度。草くんはどこ、ヘールというか、まあ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 、だから1回戦勝ったらいけるんじゃないかなぐらいに思ってるんで。ではね、僕は水宮くんを引っ張って。そうですね、平均年齢いくつでしたっけ。25歳。25歳です。間違いないです、はい、来年大台に入ってしまいますけど。タコ様はもうちょっと突入したって。ああ、そうですね。タコ様もおじいちゃんってからね。40とそれ以下はだいぶ違うんで。そうですね、タコ様ちょっととか言ってるとね、もう本当に1年すぐなんで、まあ、はい、はい、気をつけましょう。まあまあまあ、じゃあイベントやってみましょうか、はい、今日、はい、今チェックつけた人が、はい、一応遠征という形で、福山さんも大阪や関西みたいなもんなんで、で他に、はい、まあ、あんまりバーサス来ない人ぐらいで、はい、ちょっと入れちゃおうかなと。しのにでしょ、これで16人だから8人いればいいんですよ、はい、1,2,3,4,5,6,7、 もう一人ですね、もう一人取ってください。バーサスにあんま来ない人、まあ、パイパーさん関東ってイメージですけどね。関東は関東なんですけど、この方はね、静岡から来られました。あ、僕も あえてあげるのは篠兄さんかなと思ったんですけど、あるのでね。あともう篠兄は入ってもう一人ですね。誰ですかね。あの、もう関西チームとして取ってほしい。え、あ、じゃあ総理行け。あ、でも戦いたいんだな、ペコさんは。あぜさん、あぜくんはバーサス以外行かないから、そう、関東って感じですね、バーサスかどうかですね、関東かどうかじゃなくて。あ、でもまあ、テさんもどちらでどう、バイパー、ムナーレ、どっちかなんですよね。あれ、あ、マキリさん遠征っていう。なるほどね、あり。
海越えとるけどね。あーなんか風くんはバーサスから出ないからダメだよ。バーサスチームですよ。これさ遠征チームめっちゃ強いんだけど大丈夫？あの8番の方とあの9番の方とめっちゃ強いよこれ。7、8、9番の方がちょっとしたらちょっとマーカス欲しい。彼でいいエロモさんですかね。よし、これでも誰が止めるの。いやいやいや、あ、これ同じチームだよ。ペコさんがやるってないの。いや、これきついな。ここで対照戦にならないと多分勝ちますよね。この3人、30人いるし結局、ここを抑えにポンって置いてたらいいだけなんでね、まあ、うまくね、当てればなんですけど、はい、クロイワンさんがちょっときついんで、まあ、竜使ってもらうかとかですね。やっぱ魂の手がないのに、絶対、絶対来たらデザートも強いんでね、いいよ。さあエントリーいませんか。僕も入ったらなかなかかなと思うんですけど、今日ね僕久しぶりに X やりまして、あの読み合い後に開幕1勝5連敗して絶望したんですよ。ほんとくっそ強かった。いや5連敗ですよね。僕つまらなく開幕13連敗いや僕キャラさすごいですよリュウバイさんって。まあ、2回負けたらちょっと頭冷やそうか冷やそうかっていうそういうレベルの組み合わせなんで。母さん、母さん嘘だろ。それはないんですよね。なんか富永に言ってることが似てるんですよね彼の。いや僕好きだったねこれがやり込みです。これがキャラさを覆すということです。差し込みなんだけどな。うん、うわ、マシンガンね、うまいぞ。だーすぐ逆にタクレック。オカフェさんにはなれなかったかあ、クレジンさんいるやん。クレジンさん来てよ。まだ大丈夫、まだ大丈夫。これで9対9ですね。ニガさんが入ってね。じゃあ、まあ土日の大会なんでキャラ自由でやりましょう。はい、で9対9。はい。クレジンさんこっちね。まあ今までの傾向上始まって20分後に絶対瀬尾さん来るんだよね。はい、それや。絶対瀬尾さん来る男です。あ、いいですかーって言って。優しく来ると思う。連絡してくれないのにね。絶対来る、絶対来る。いつの間にかよな、もしやっとる。うんうん、よし、じゃあちょっと組み合わせ作ってみます。はい、
よっしゃ、僕と福山さんでやろうかなと思ったんですけど、まあ、これだったら、これだったら、強い。はい、じゃあ今日は東大戦で2キャラ持ちかな。2キャラ持ちだったらいいかな。2周やるか、どっちがいいかな。じゃあ皆さんの試合これラストでお願いします。ご協力をよろしくお願いします。さてと、それじゃあありますよ。あ、ハイジン君は見てるのか。今日は、バーサス A 対その他って感じでとりあえずやっていこうかなと思っております。でチーム分けはすでに済んでおりまして、じゃあ遠征勢 2P 上げよう。じゃあ福山さんこれ持って、ね、それ1P、2P 逆なんで、で出る順番はもう被し合いで OK です。我こそはっていう感じでいきましょう。ハイジン君2周目入れるからね。はい、では 1P 側リーダーはペコさんやってもらっていいですか。グロイオンさん、遠征側で、遠征側で、しゃあないしゃあないしゃあない。で順番はチームリーダーが行けって指示してください。2キャラ、いや2周やろうかなと思ってます。無駄さんなし。ははははは、無駄さんなしだし、もう入ってんの。うなりさんなしでもいけるよ、大丈夫。クレさんあげません、ダメです。ライフ1、あ、2キャラ持ちと2周どっちがいいですか。2キャラ持ちでもいいか、より2周連キャラ持ちはないです、多すぎます。じゃあ村有さんの代わりに多分ハイジン君が来れるんで、
配信君にしといてください。そしたらダメです。遠征勢 2P 側行ってください。あとあんまり来ない人は今 2P 側になってるんで、こう本当に強いからね今 2P 側。阿瀬君あんたこっちバーサスから出ないでしょ。よしでは誰が先鋒、先鋒は示してください。あのね、2キャラ、いやキャラはカブスヤリ、じゃあ 2キャラに行こうか。2キャラ、じゃあ2キャラ、2キャラ持ち、同じキャラはどうしようかな。同じキャラは OK らしいです。はい、では 1P 側は誰が行く。シノニーとグレジンさんは 2P 側っすね。キャラ分かんない人いる？2キャラ目が分かんない。いやいや、かぶせでいいから、かぶせでいいから。さあ 1P 側がバーサス勢、もうバイパーさんバーサス勢ですから、アウェーです。遠征勢、池袋は遠征、1番だけ決めて、うん、あとはもう、あとは流れでお願いします。流れで、じゃあ先方だけ教えてくださいね。ちょっと人数足りてる、こっちなんか少ない気がしない。あ、文鎮か、あ、まあ合ってますよね。だから、配信君がいないだけか。オッケー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 。はい、じゃあ先方教えてください。オッケー、それでは始めていきましょう。2キャラ持ちです。出ないでもいいですからね。はいはい、 1P 側ホサレ、2P 側はニーガンさん、静岡から来ました。いやいや、入ってる入ってる入ってる。え、ペイロンなの。さあ開幕分鎮、立ち合いは強く当たって、あとは流れで、この方静岡市から来たということで、シュウさんと誰だっけな、中村さんがこの前来てくれたと言っておりました。ニーガンチュンリー、ヘイロン対チュンリーは、チュンリー知らないと相当きついです。ピオール半分いって、ピオールナイスゲーム飛行剣打ったら死にましたね。さあ誰が行く。ストマックもみおから熱いメッセージが来ますね。干されろって、シンカスフェイロンっても書いてあるね。さあ東西戦ですでに干されている。お、これはチームリーダー自ら、私自らが出る。さあ福山龍、アッパーレックが入んないけど、ごまかしの強支援という、うわーヒール、さあこれはさあこのめくりはナイスガード。劣化神拳がある状況で、劣化拳の前段ガードの後波動拳はちょっと勇気いりますね。おっと真空追っ払って波動拳、ここの最速が、あーしかしからの
遅延客ネックでカシン君つながってしまう。あ、ヒデ君じゃあ、あ、そうそうだねそうだね、まあ、ヒデ君いたらいけるわ。さあカズ DJ、さあいきなりハムヘッドレッグ客アッパーレッカー。さあストマックもみおからやめちまえという熱い声援が来ますね。さあカズこれは負けらんないぞ、ここ落とすと大変なことになる。カズうわー打ち切って、うわ危ねえ、うおーシャミクロマンナイス。さあディレイ、あーそうですね、あの状況はエアスラ読み劣化真剣読みのいろんなことが起こるので、おっとこれはカムサッターが立ち方している。さあアミセキック、さあカズ DJ 明日のためにフェイロンは克服したい。スライディングめくりは表、さあどうする、でっかけ入る、うわうわあった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 、うおー技が強い。さあカズ DJ が勝って、これ剣どっちか行った方がいいんじゃないかな。よしテさん、さてファーストプレイヤーネーム2P？ ん？あ、そうですね、 2P 側カズ DJ です。あ、ニーガンさん、ニーガンニーガンです。さてダルシムが頭を蹴っ飛ばされていた。おーっとかぶさっていくが、ここは高すぎた。うわーもりもりもり、うおい強いやん。あ、シャンプーが、シャンプーが出陣ですよ。文鎮さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかもみおさんから愛のメッセージが来てましたね。カズ、はい、さんいいよ、干されろやめちまえすぐそれ最低だなお前ほんとこれだから残念使える。さあここで前回優勝者アゼがいる。アゼさん、なんかアゼさんさっきなんかストツやってると、はい、ファイナルファイトやりすぎてアンドレに見えてなんか飛んじゃうとか。アンドレに対して飛ぶんですか、危ないやつですね。なんかよくわかんないけど飛んじゃうし、ボタンの押し間違えひどいし、もうダメだって言ってました。あーまあね、あのワイル使いみんな頭おかしいんで確かにそう、とにかくあのキャラ別で考えても、はい、ワイル使いがぶっちぎりで頭おかしいですよ。確かにフェイロン使いはいい人しかいませんからね。フェイロン使いね、人はいいんだけどねプレイがねおっとっとあーえーやっはい、まあ、DJ 使いはね、あと結構真面目っていうのがあって、あー確かに、うん、そうですね DJ こういうところでしか対戦できないんでやっときたいんですよね、うん、あの唯一アニコレだと、はい、あの金かからずできるんですけど、はい、あのアニコレのクソ仕様で、はい、残儀ステージになっちゃうんですよ。
え、なんでなんでなんで経路に、なんか選んだ、はい、先に選んだキャラにステージが勝手に決められてて、へぇー、ペイロンと DJ ってどっちが先に選んでも、はい、USSR 行っちゃうんですよ。そうなんですね。へぇー、だからちょっとやってきたいんですよね。なるほどね。さっきもボコボコにやられてましたけど俺。おー、まあ、アゼくんやっぱ上手いよな。上手いですね。しかしカズのスライディング下が通る。ちょっと待って、わたふおーうわー、うまい、死んだ。いやー、これしょうがない。しょうがないっすね。まあカズ DJ に対して剣使っといた方がいいんじゃないかな。剣ってさ、僕かぶせらんないじゃん。ガイル使いは宮剣、いや、ザンギーだった。ザンギー、なるほど。あ、剣だ。おい、剣じゃねえか。さあ、宮剣ですね。関東連合は4人目です。まあ、DJ に被せるキャラってあんまいないんで。うん、強いっすよね、このキャラ。チュンリーとダルシムって言われてますね。はい、あー、そうなんすね。まあ、これが、まあ、DJ の醍醐味っすよね。そうですね、マシンガン。まあ、いい加減にしろっていう火力を捨てますけども、はい、めくられる方が悪いです。まあ、そうですね。剣の場合は強昇竜がかなり逃げやすいので、はいはい、そうですね、まだ待ちですね。めくりきたら何飛んでんだよって大昇竜出せば使って、でも読まれるとすごいことになるらしいんですよ、はいはい、え、そうなんですか。これは 8DJ だけしか煮詰めてないところなんですけど。まあ、なんで、あんま喋れないんですけど、まあ、そうですね、はい、ハジさんは、まあ、研究熱心すぎる。関東連合はやばいね、確かに名前がやばいね。関東連合、関東連合、あ、そっか、やばいっすね。関東連合は良くない。これは、ナイスガード、あー、下がる。どっち、ナイス、うわー、中足を持ってかれて、シャカ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 。リズムはどうした。リズムはどうした。あんたの攻撃のリズムなかなか熱いぜ。これきついね。あと誰が残ってんだろう、関東の皆さんは。まあ、いけそうな人、いけそうな人。あー、 PECO さんですね。 PECO さん、さあ、キャラはさあ何使うんだろう。使うのか、 X 竜か。 X 竜ですね。さあカズ DJ 現在4連勝中、最強。え、どっち、うわー、ピヨルで最強。これ僕行った方がいいかな。僕かヒデ君出した方がいいんじゃないかなと。これまあ2周あるからね。あ、2キャラあるから。やべ、俺何のキャラで出よう。ただね、S アガとかホンダとか、あー、あー、やばい、あー、やばいよ。蓄積されていく。いや、 S 剣でしょ。さあ僕行くわ。はい、行ってらっしゃい。さあ、カズ DJ が4連勝中、5連勝中ですね。さあ、出てくるのは2回転。さあ、キャラはバイソンですね。マイクちょっとやめて。マイクすら干されるとかそんなことないですよ。みんな熱い試合に見てるんですよ。あ、ほら、はいはい、デイフィーさんがね。はい、デイフィーです。こんばんは。干され仲間同士仲良く売れましょう。ん、干され仲間同士。俺干されてんの。うん、干されてますよ。聞いてないよ。福山さんが爆笑しますよ。見えてないよ。さあさあ、しゃがダイパンが痛い。しかしぶっ込んでいく。さあ、ヒットバクリーン。あ、お、しっかり繋がっていく。おしゃれコンボ。
そうですね、あそこでね、セガ中キック終わりっていうになったらあみたいな。結構このゲームありますからね。まあありますね。さあ、さあここは中盤から行って中継で行って、うめえな。ジャンプ垂直大キック。さあ関西といえば DJ の星、この男カズ DJ。 お、なんかあれですね、なんかプロの試合みたいです。さあこれはアドビバチリ、さあぶっこんで、これは勝負だ。出ない。さあ前歩き、うおー出た、裏切りのストバット。最強。さあこれはごめんと言ってますが、多分やりに行ってますね、間違いなく。最強技です、これ食らうだろうみたいな。さあジャグジャックめくっている。矢口真理、うーま、最強だった。いやマジか、1,2,3,4,6 連勝中ですね。ぜひ最強でしたか。まあこんなもんですね。このブロがいけないんで。なるほど。さあ王者マイナス2、ヒデさん王者マイナス2、6連勝中、やばいっす。さあ俺が王者だと意気込んでおりましたヒデチュンリー。さあゲージを貯めて、さあデイヒー、うまい、うまい、見ている。さあはい、あーなんで入れとかないの。さあデイヒー手離してた、手離すのはやばいだろう。手放し戦法は許されるのはちょっと伝説的な人しかダメですよ、手離しちゃう。さあなんだかんだで、さあこれはいいペースでヒデチュンリーが掴んでいく。さあ気候拳とエアスラを打ち合って、うん、さあうまいっすね今の。パチコキック減るんすよね。うん、おーすら、ガンバ、さあ空中ぐらい始まった。さあガンガン歩いていく。さあ出なかった。あそこはスイジャンに仕込むべきなんですよね。なるほど、あそうですね。うわ、タチコキック偉いな、強い。さあカズ DJ が取り返す。さあアドも間に合うんですね。あれ最強だな。ああそうですね、あの自動で割り込みます。さあさあでっけー、おいっせー、あれね、そうゲージがすげー溜まるんで、今めっちゃ溜まりました。これはね、押しに行くか行かないかっていうところは人によりますね。行かなくてもいいんじゃないかな。さあヒデチュンリさすがに、さあ気候拳が早い。おー使用対応得意の DJ6 連勝か。さあこれやっと止まった6連勝ね。さあエロモン龍かな。ヒデさんこの前勝ち逃げしたんすか。もみおさんからお便りが届いてます。先日勝ち逃げのベイヒーさん。さあエロモン流、最近始めた感じのプレイヤーですね。なるほど、エロモンさん。さあステージ、ザンギステージですね。これずっとザンギステージだぞ。ザンギ、なんでもみおこに来てねえんだよ。ザンギステージをなくすためだけに来てほしいという。最低ですねこの人。いや今からでもいい。お、うまいだ、投げ、受け身ナイス。がーもう一丁バッカラン殺し。リュウはね、様子見するしかないですからね、あのとこね。手だけに暴れると思ってひどいことになる。さあ、ピュアないのは運がいい。さあ、簡単だなこのギャラ、簡単だなこのギャラ。50円を返せエロモン、エロモン2回目ですね。さあああ、そうじゃなくて初めて出たかって。あ、なるほどなるほど、2回目の。さあ誰が行く、回転ということですね。我こそは。さあお、シノニー。さあ、シノニーさんですね。
さあ、アイグーアイグー。さあ、通常でも速い球がさらに速くなるこのステージ。チュンリーは結局あの読みで飛ぶしかないんであんま変わんないですね。なるほど。さあ今のところうまくいなしているヒデチュンリー。うまい。当たんないんだよな。 X 下がって当たるんですよね。あれ逆に X 下がって当たっちゃうのかわいそうかな。超かわいそうですよ。ほぼ完璧な試合展開といったところ で、ね、これはチュンリー対策してないですね。うん、そうですね。さあヒデ君はサガット対策をしっかりやってる感じ。なるほど。どこでやってんだろう、 S サガット。まあ、S サガットじゃなくてもあんまりやることは変わらないんで。なるほど。さあ、あとは飛ばないだけでいいんですけど、うん、そうですね、もう飛んじゃうんだよな。さあ、潰される。上だった。え、アパカが出ない。だー、ワッシグ。うーわー、突っ張った。うわ、バカ減った。めちゃくそ減った。減りがやべえ。いや、すげえ減ったな今。減り方がえぐい。リプレイで見るとすげえことになってる。さあ、なんとかゲージが欲しいチュンリー。さあ、これは美味しい。さあ、背中蹴り当ててもりもり歩いていく。ボタンを取り上げる。これタイガーショットにうまく飛べたときジャンプ中キック原キックって当たると、はい、例の草くんの先飛びが待ってるので。ありましたね。さあもう1位。不明よ。おい王者。おい、これだわ。おー、危ない危ない危ない。マイナス3になるとこだった。降格でーす。モサに落ちるとこだった。マイナス3だから。マイナス3。さあ読み合いの。さあ読みさん、読み強いぞ。強いっすね。さっきやったんですけど、びっくりするぐらい強いぞ。さあやってる内容がね、はい、なんかサソリっぽかった。ああ、なるほど。うわ、しかし、コンボしっかり。まあ、100列2回食らったら死にますわな。死にますな。蹴り方がまたこれもえぐいという。あれ6分の1ぐらい減ることあるんで。あ、最大値引いちゃうと。はい。さあ、まあ、デイヒーは流星は死ぬほどやってると思うんで。しかし読みをうまいが端に詰めたが、ここでゲージがつい。さあうまい、うまい。画面端から出さない立ち回りでからの、さあ波動踏まない。うわー、ファイヤー。気合い。これは一歩前で戦術したくなるでしょう。おー、長いやつ。えらい。さあ竜使いはプレイヤーによってこう動きが全然読みづらいところと、うん、読みやすいところが結構あるんで。おお、初見であそこ投げるか。うまいなぁ。さあ、上。おおお、あ、今危なかったぞ。ゲージが溜まって、うーん、おー、飛行剣大キックに当たっちゃいましたね。チュンリーには即キャラって書かないんですね、モミオさんは。モミオさん。モミオさん、さクレジンさん、飛び込み一段番とかってそういう悪口言うのは良くないですよ。クレイジンダルシム、これでやっと星が並びましたね。なるほど。さあ、あと出てないのは津村さんとフロイワンさんか。フロイワンさんもそっちだ。そんなん残しとくなよ、ほんと。マジか。ついから。マジか。あ、いいぞいいぞ。さあクレイジンダルシム手足を伸ばして、ゲージ持たれちゃうとね、厳しいですね。どっかで食らいますからね、この組み立ては。うまい。お、IH、もう悪くないですね。あはー、能の戦力。めっちゃ素直。正直者。正直者。まあ、ヒデさんは正直者ですから。正直者ですから。あー、危ねえ。
か。コパンでもドリルが多いのでちょっとヒデ君も面倒くさくなってますね。そうですね。お悪くないが気をリーチになる。これはおっとチャガパンで落とせば、あはごまかしてくね、この人食らっちゃうんだよな。さあヒデが5連勝ですね。さすが王者。さあ来ましたね。さあ、つむらバスクリンさんですね。バスクリンさん、そうですね、バスクリンさん。バスクリンなのに緑色じゃないっていう、はい、確かにこの色のバスクリンないっすよね。こんなの入れないですね。さあ、ジャックパンカラーのフォークという激渋。そうですね。さあ、頭が。さあ、これはよく我慢した、レイヒ。うわぁ、うわぁ、上り我慢する。今のは微妙、頭で削って勝とうという。あぁうわぁ、キサさん、この前、はい、うまかったんですよね。焼き鳥さんとの試合で、はい、コンドルダイブに合わせて、はい、うん、かなり決めてて、すげえと思いました。コンドルダイブに合わせて戦列とね、あっ、ぶんめ、ぜひ、あっ、はあ、やばいよ、頭、ぜひ、ここ戦列だろ、モサに。モサに降格するのか。5連勝したのはな、あー降格でーす。すげえなー。ここでマキリ行く。さあ、そっか、マキリはまだ出てなかったですね。さあ、マキリ剣。さあ、デイヒーの検討により星の数が並んでる状態ですね。そうですね。マキリケンが8番手、同じくツムラホークも8番手です。ワンピーがまだ出てないの誰だ。あれ誰だ。ハドケン、あ、バイパーさんだ。なるほど、ホークホークというバイパーさんはね、なかなか出たがらないんですよ。あ、そうなんですね。強キャラ、クソキャラが死んでから出ようっていうそういう考えの、あーあーあー、危ねえ、生きてるが行くよね。そうだよね、これは死んじゃう。さあ、この負け方はちょっと痛いですね。さあ、ただマキリもうまい、しっかり繋いでピヨンない、運がいい。今のピヨってもおかしくなかった。うっ、距離オッケー、運がいい。波動くらいの昇竜拳とか。さあ、サンドット削って、うわー、ぶんねー、今のは危なかった。これね、上り強キック、あーやばい、始まる、ナイスタスク。竜巻が強いんですよ。そうですね、ちゃんと読んだんですけど、まあ、食らっちゃいましたね。ダイスタスとかだと思ったのかな。さあ、端っこでこける、これはファイヤー処理。さあ、あれ画面、うえ、あんなに裏にいるのめくりですから、あ、表ですからね。間違いない。さあ、うまい、めっちゃ歩いた、うわー、ダブル失敗だが、うまいな、やっぱり。うえ、バスクリンさん、バイパーさん、バイパーさん、バイパーさん、もう残ってるのはバイパーさんだけなんですかね。あのね、そうやってずっと待っててもクソキャラ死滅しないからいっぱいだから、クソキャラ、今日クソキャラははびこるもの。さあ、白黒つければいいんじゃないか。いやいやいや、もったいない、もったいない。さあ、どうして、バイパーさん
バイパーさんはやらないらしい。じゃあどうすんの、かぶせ、あぜ、あぜ、あぜさんは、まあでもあぜさんはホーク戦、あれ無眼か、なるほど、容赦なく、容赦なく、容赦なくかぶせる。アーセブランカさあ、まあハイパー出身なんでね。あさあ、アゼ、アゼ、おアゼローリング、噛みつくこの野郎、さすがファイナルファイトじゃねえんだぞこのゲーム。いやファイナルファイトですよこれ。さあ、いつの間にか大丈夫だ、ファイナルファイトやりすぎだ。さあ、うわバックストローでね、甘えん坊将軍来ましたね。アンピー側だからアデスさんの可愛い顔が見れますね。びっくりした時のあの目の開き方、瞳孔開いてますからね。瞳孔開いてます。お、やるよ。あーやめてよ、OK、からのやめてよ、OK、から死んだか。えあ、あれあれ、さあ潰した。えおい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 、アデスさん、津村さんどうすんのマジで。津村さんきつくない、きつくない、え、マジでどうすんのこれ、僕絶対行かないよ。ケージには結構向かい、いや、ここで行かなかったらクロイオンさんに行ってもらうからね。でしょ、そうだよな、クロイワンさんの得点だもんな。まあ剣じゃなくてもいいけど、剣の方がいいではないか。まあそうですね。さあ、ミヤケンが頑張ってもらいたいけど、まあ、この精度のフォークと対戦することがあんまりないでしょうからね。あはー、まあ悪くはない。いてて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 、いいよしちゃった。これさ、優勝するんじゃないやつさ。ありえますね。相方誰だっけ。相方は、福山さんか。福山さんです。おいこれは、竜巻やってこれはやってはいけない。さあ、もみおからまた熱いメッセージが来ている。おー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 おお、文鎮ひよってる、違うよ。ひよってないよ。いや、文鎮さんはね、強いキャラなんで、もうちょっと温存。あー死んだ。あさっきと同じ、さっきと同じだ。これはまずいね、これはまずいよ。津村さんはきついっすよね。まあペコさんが行くかな。バイパーさん固くなり出ないですからね。バイパーさん的にはどこに当たりたいんですか。竜とかなのかな。いや下手するとあのクロイワンさんしか残らないからねこれ。気ぃつけた方がいいよ。さあいつの間にか画面端に到達して、いやこれね画面端背負って OK な気で、ああなぜかというと、はい、まず昇竜拳がくっそ強い。なるほど。バックジャンプ強パンチ強キック何もできない。なるほど。それをね、それを知って、うわーマジか、うわーしっかり表、気合の表、あぶねえ、出しとけ出しとけ、うわー、まあ、うわー、ブンチ世界が終わる。これもうブンチ行くっきゃない。え、中村さんも来た。じゃあ廃人中村一体ずつで中村さん2ペインになっちゃうか。厳しい。さあ文鎮フェイロン、これはこのヘリ、このヘリです。
フォークが今、きついキャラがキャミーとペイロンブランカ DJ ですね。個人的にはバルログ相当割ってるんですけど、あと S 君ね、うまいなーが関係ねえ、関係ねえ、そんなの関係ねえ。さあ、嘘でしょ。さあ歩いてきてガード不能をやってくるぞこの男。おっと、ガンガン歩いてくる。そして頭当たる。逆にタクレック読みのしゃがみ行パンだったか、しゃがみに当たる。危ない危ない危ない、あんまやるなって、危ない危ない危ない。よよ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 、間合いで大事ですよ、間合いが。さあ文鎮冷たく冷たく行こう。やめろってそういうの。おい拾った、レッグ客やっと止まった。文鎮さんありがとう。死ぬかと思ったよね、わかる。さあ来ましたね、ホンダフェイロンやろうぜ。スーピー側黒いワン残っていた。ムナリさん入れようぜ。ムナリさんはじゃあ遠征側かな。中村さんこっちか。さあ黒いワン、うわっと支援客、うわっ非常に冷たい。さあ関東の現在、まあ横綱ですね、うまい。さあフェイロン戦も煮詰めておる。ここは足百列削って下がる。さっき文鎮がフォークにやっていたことをやられている。これはうまいが連携全部ガード、冷てー。手堅さ、手堅さが売りです。おっとあんのかレックやるしかねえ。まあ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 、全部あそこ話置いておるからね、全部ガード話置いておるだけ。そしたらムナーリ中村廃人が入りましょう。でも こんだけ差あるからもう入れてもいいよね。いいです、いいよね、いいよね。あ、この道頑張ってください僕さあマキリ、待ってもみをやったーとか書いてない。ふざけんなよ本当。さあマキリケン、ここは仕事だが相手はハメ王子だぞ。間に合わない。リカバリーしてるけどね。1000点入りましたね。そう、もみおさんちょっと安全地帯からそうやって煽るのは良くないよ本当。明日も多分安全地帯からだぞ。うわこれは、そして裏回り、最強黒いワン強すぎる。いやマジで強えよ廃人。いやこれね、黒いワンさんに、道義キャラはマジでやめといた方がいいよ。いやマジでやめといた方がいい。本当にもうどうしようもない状況だっていうことです今。さあいい感じに攻めている。さあ廃人がもう、もう逃した。波動打ちたい。あー波動打たなかったのに上も出ない。きつい。もう完全にもう手玉に取られてますね。もうプレッシャーに飲まれまくってます。さあ開幕ジャンプ中キック
く、いや、あさあ落ち着いて、落ち着いてほしい、やばい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 、何もできず2301点です。さあ誰が行く、さあムナーリさん行ってもらうのもちょっとな、てかさ、SK 信玄のまずいでしょ。まあ確かに。おお、バイパーさんやっと出てくれた。さあ満を持して、さあやめておけ発症者の発症者ですね。さあでもこれってどうなんですか。これはまあいけないですね。なるほど。今の横止めなくなってるやつ、うまーい。うわー、すげーとこなかった。おっと、くらい、くらい風、確かに。あれは偉い、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 偉い。さあ、鬼武装、発生が早い。守りのバイパーですよ。だー、疑惑のあれですね。あれですね。あれ当たっちゃいましたね。政府の、なんかよくわかんない。政府の戻りは、なんか相手の方にクライアントが出ると、なんかとんでもないところに、あそこ、はい、誰だっけな、マヤコンかな、はいはい、ダルシム使ってる時に見てからタッチキックやってたっていう話を聞きましたね。うわー、うわー、ここ我慢、あそこ横食べなくなってるので、なるほど、正解なんですけども、うわー、うん、おっ、うわー、惜しい、宙に舞う力。さあバイパーさん1体目がここで破れる、黒いワン4盾強すぎるでしょう、セーフ、カッコアウト、まあ、これこんだけ増援が来たのに誰も行きたがらないっていう、行っていい、僕は行かないよ、はい、早くしないと指名されますよ。ダメだよ、ムナーリさん、かぶせるキャラがいません。はい、キャラ変えていいでしょう。ただし後から来た人はライフ1です。なるほど。さあ、ポッドはせる、はい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 、いや、スーパーとかの方が減るんじゃなかったかな、あれ。なるほど、かっこいいですけどね、あれね。あ、確かに。あれはキャラゲンですかね。やる、お見事、ムナーリさんの本田戦。これね、2回転本田と結構やってて。あ、なるほど。じゃあ、で、結構、最初の方詰ませてたんだけど、ダメになりましたね。なるほど。やっぱりうまいですね。アパサが負ける。いや、これは圧倒的本田有利だと思いますよ、僕は。なるほど。33対44でした。下がっとね、ぴょんぴょん飛ぶしかないからね。鬼無双系、あーやる、あー、しゃがみジャックパン超減った。これは、うん、怖い、うわ、うわー、頑張りすぎでしょ今の。大乱闘スマッシュブラザー、今のはスマブラでしたね。かんなり面白い、アパカでいいじゃんね。俺の出番かって出たら、うわ、始まる、あー、もういこいつ。すーい、いやー、スマブラがなかったらね、スマブラがなかったら勝ってた試合を落としてしまったムナーリ。王者マイナス1か。さっき結構星稼いだから。あ、そっか、うん、王者プラス3ぐらい、名称リーチまでいってるんです、はい、さあ、ということはプラス4ですか。さあ、うわ、名称上がれるか、プレッシャー、プレッシャーの塊である黒いワン VS
冷たさが売りだが、プレッシャーにかなり弱いヒデチュンリュウ。言えて妙なりって感じ。ただしこの2人相当な数ガチってまして、そうですね、ヒデ君が、はい、70ちょっと勝ったと 100やって75取りたかったって言ってましたけど、なるほど、言うな。おー、あるな今の。ロック出す。さあ、やり込みは裏切らない。うわー、あ、今のは痺れますね。なるほど、もう2回飛びを見せたんで次横からって時に、はいはいはい、まあ確かにあれ置いとくのが一番最強ですから。さあ、このフィージャンが超強い。あれにはジャンプ弱パン出しとけば悪くても相打ちにはなるんですが、なるほど、それでも相打ち、それでも相打ちなんですね。なるほど。さあ、しかし火力は相当差があるので、はい、チュンリーは一瞬たりとも気が抜けない。そうですね、近づかれたらやばいことになると。うまい。そう、あのね、百貫がどっからでも金庫パンで落ちることが判明してからこの組み合わせ終わりなんですよ。あれでいいんだ。あれでいいんです、いいんです。まあ、うーわー、強えな、ヒデ。じゃあ、デイヒーがストッパーですね、今日は。そうですね。さあ、誰が行く？これでもう一周してるから。あ、モミオ出てきた。お、ニーカさん。殺せ、殺せ。モミオ殺せ。ああ、死んだ。ニーカさん。ニーカさん。静岡のプレイヤーです。あ、なるほど。さあ、チュンチュンハイパーで、はい、あ、さっきめっちゃ弱いんですけどいいですかって言ってくれたんですけ ど、 なるほど、全然大歓迎ですから。大歓迎です。もうこんな古いゲームなんですから、うん、そうですよ。新規に優しくです。ほんとそうですよね。うわこれはひどい。運がいい。ちょっとよだれ垂らすのやめてもらっていいですか？よだれの量がすごいですからね。さあ、これね、思ってたらほぼ落ちないんで。お、いいからの、さあ、おー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 、あらららららら、戦列だけ、あー、ここで入る。背中引っ張り投げ。まあ、経験の差っていう感じですかね。そうっすね。でもまあ、ぐちゃらせましたからね。まあ、そうですね。ぐちゃるとこまでは行った。でも、いいとこまで行きましたからね。うん、さあ、誰が行く？まあ、ボスクラスではありますけども、これ殺さないと結構大変なことになるかなと。うん、そうですね。さあ、誰が？お、エロモンさん行く？さあ、エロモンさんです。これあれかな、中村さん 2P かな、遠征だもんね。あー、確かに。でももう地元、でも出張出張じゃないのか。いや、そういったら福山さんもそうだから。あー、なるほど。 もっと関西で。確かにそうですね。さあ、先ほどもこの組み合わせやってましたね。そうですね。エロモン竜、うーん、どっしり行きたいタイプだと思うんですけども、はい、ぴょんぴょん飛ばないのは好感度高い。そうですが、あー、今飛びだったら勝ってたかな。難しいですね、判断が。コンボが難しいんですよ。そうですね。ジャンプ級キックアッパーファイヤーにしたいんですが、あー、勝利出したい。さあ、画面端に自己紹介。いい。さあ、波動踏ませて。うわー、フライ投げ、ナイス。ウクリの反応がいいぞ。そうですね。さあ、デヒだー、終わったもうこうなるんですわ。さあ、デヒが、いやー、デヒ強いぞ。チュンリーに DJ はね、カブスではないよね。ヒョードルさんですね。ヒョードル、アレクサンドル・ヒョードル。なるほど、アレクサンドルさん、海外からお越しのアレクサンドルさんです。
さあロシアから来ました。ロシアからはるばる。お、さあね、ここでかっこいいとこ見せて、お、来た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 。さあ母国にタイトルを持ち帰りたい。さあ USSR シンクやる、やる、ショード最強。今だいぶロシアンフック入ってましたからね。さあ馬乗りされている、ビオラ内が、うわ、ナイス昇竜波動拳えらい。さあこれはゲージを作ってもいい場面、ね、やる、マジか、おお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 、やる、福山がヒデをやっつける、すげえ、やる、これはどうしよう、これはまあ正直オーマンクラスですね。ペコさん、僕なの。さあ勢いに乗ってる、こういうとこバイパーさん行った方がいいんじゃないですか。勢いに乗ってる福山ちょっとザンギエさんに負けてます。あと何人だろう、結構いますよ、あと6ぐらいかな。バイパー、バイパーさんもかなり遠いところから来られてるんですよ、ね、茨城ですね。茨城、マジか。茨城の中ではちょっと近めらしいんだけど、まあそれでもって感じ。それでもですよ、昔東西線毎週いましたからね。俺たち、俺たち、ダブル俺たちが出ました。福山さんかっこいいとこ見せたの で、 そうです、ね、これは津村さんもにんまりですよ。あ、うまい、からも、あ、リスティランブが始まっていたが、さあ福山龍どう取っていくか。うー、あー逃した。お、ナイス投げ。しかし、おい、やめておけ、スーパーやめておけ、最強技だ。さあ、誰がいく、クレジンさんいくか。中村さんそっちで、そっち。さあクレジンダルシムは、13番ですね。さあブレイブ対決、クレジンさん久しぶりだな。あ、あんまやっぱ来られてなかったんですか。うん、まあ、俺も今日ゲーセン来るの3週間ぶりとかです。え、そうなの。そうなんです。あー、ドン、あ、すごい、俺たちなんか田舎に引っ越して。そうなんですよ。となんか隠居生活って聞いたんですけど。いやいや、隠居はしてないです。隠居してない。確かになんか、まあ、そのストレスをもみおで晴らしてるって話を。あ、そうですね、あのもみおから、はい、なんかストフェスやるから、はい、ストフェスでサードとか出るから、はいはい、ちょっと練習付き合ってくださいみたいな。あー、それでそれをツイッターで書いてて、はい、なんか干されてたんですよあいつ誰からもコメント来てなくて。マジか、超かわいそうじゃんと思って。あー、しっかり俺たち超かわいそうなのを救ってあげたらあのおざまですわ。そうなんです。しかも俺プレステ4なんかネット切れちゃってて、あの有料のやつが、もみおのために買ったのに、あの言われようで月額料金払ってんだぞこっちは。なんかもみおがドドロドロと言いなかったお前一の方がいなかったよ。読み合い堂、さあ読み合い堂さん、あ、これはちょっと見ものですよ。今関西ホークいるんですかね。あー、津村さんがこっち来ちゃいましたからね。誰もいない、誰もいないらしい。ホーク戦をできていないとなると、ホーク戦がもう特殊ですからね、龍からしてみれば。空中で、うわー、何やねん、今のヤバくない、今のヤバくない、コンピューターみたい。
今見たことないよ見たという今のやばくない？どういうことなんだあれは。波動拳を空中で技出して地上ぐらいにしてそうですね歩いてダブルタイムにやったんだけど何これ。これは超面白いじゃんこれ。 X ゲーマーズさんが X ゲーマーズまとめ、ね、まとめてあーうわおかわり。もう一回回せるドン。もう一回回せるドン。さあこれは読み合い道のじややんな強かったんにしのに。まあ、スサガですが露骨なのに来ましたね。露骨ですね。さあ勝負の世界はうおっと頬を当ててうわ2位は2位か2位。まあそうだよね、アパカーに対してケアしないといけないから2位無理だよね。確かに愛が愛が愛があっという間に厳しい。これは露骨な被せっすね。これはキャミンよりきついんじゃないかな。うおっとしかし、俺たちまたやってきた。なんだとだこれはバイパス怒るやつですね。おっと高めコンドルふざけんなのにガーディにかなっている。うわー出ましたねアパカ。さあシノニー勝利。さあ一ワンピーが誰残ってんの。ですね、あテさん行くか。ここは行こう。いや DJ あいやさっき負けたもんなそうだよな DJ も残ってんだもんな。えこれで19でしょ。19 2人増えたから20で終わり。僕最後かですかね。ですね。さあテーダルシムいったがエッサガ戦は経験値がなさそうだ。うーんエッサガいないですからね。これね博士もすげえ苦しんでたんで。あなるほど。結局あんまキャラ差ないですよ。あそうですか。やはりこのゲーム影が強いのか。タイガーショットが強いんだまだ。あ最強の味方ヤンさんがもうまとめてくれてるさあ A はやばいやつやばいやばかったねあれ。仕事が早い意味わかんないもんねあれも良かったね。黒いワン対ムナーリーもうおほはっマジか。うわースーパーみたい。やべやべやべさあシノニー厳しい気持ちよくなっている。さあこれやっぱ中村さんこっちの方がいいな確かに確かに終わっちゃうよ。あー何もできず。きちーやはり経験値がものを言う。じゃあ僕が負けたら中村さんこっちでそうですね。さあ正規の組み合わせだと次の2回転さんで最後ですね。さあ最後は2回転バイソンです。さあうーん、アパカ打ち込んでいくスタイルですね。さあ、タイガー、タイガーで画面端に向けて逆に投げると。さあ、グラウンド。さあ、食らう。さあ、体力はゴムの状態。さあ息が詰まるヘッド。最後グランドダッシュ。展開が早いっすな。さあ立ち切り強いんだなあの技に。さあ
アパカ吐かせてヘッド、おいしい。さあ2位、さっきも使ってましたがミカさんはそれやるんだろっていう感じでしたね。さあこれはフルーシーか、先ほどタイガー打ってクレイジーフルヒットしてるのでというところで意表をついて、さあ空気側はお気楽ムードですね。もうこれはもうやっちゃえよって。さあきつい、足はきついのでは、足はきついのでは。さあゲージは溜めた。さあ何もしない、前ジャンプが強い。さあ2回転クレイジーを当てたい。うっ、我慢、そして中ヒットかな。さあ飛ぶ、2ツーヒット、あの2ヒットはでかい。さあタイが恐る恐る投げ決めたのはシノニエスタが。これは食らっちゃいますね。はい、ということで中村さん、こっちには最終兵器いるから呼び戻しました、やっぱこっちでって。さあブランカですね。中村さんもこんなも強くて、はい、なんかメインがどっちか分かんなくなってくるんですよ。バーサスで、はい、事前エントリーをよく頼まれるんですけど、はいはい、あそこで中村さんキャラ何でもいいってよく言うんですよ。はいはい、で東西戦のリーダーに取ってもらって、はいはいはい、その取った人にキャラ決めてもらうんですけ ど、 なるほど、ほとんどの場合ホンダを選びますね。あ、そうなんですね。みんな、まあ、みんなの評価はホンダなんですね。おそらくブランカもやばいっすけどね。やばいよね、エサガに勝ってるし今。うわあ、まあまあまあ、まあ、おお、この2位投げ徹底してますね。いい坂じゃねえんだ、ほんと2位投げをめっちゃやってきます。時代は2位投げなのか。うわあ、これ僕リベンジして、何ミスなんだろう。んダイヤス、うん、まあイバーラン当ててダイヤし出したのは、あーステップですね。あ、なるほど、あーなるほど、確かにそれ以外ないか。さあやるんだろって2位投げを許さん。さあダウン取って、うっ、さあスノーヒーの、うわっ、うわぁ、サガットの装備はスライディングで絶対落ちるんで。あ、そうなんですね。うお、いや高かった、しかしあれも前飛びできない。うえぇ、サガチュすー、津村さんから行くかな。津村さんからみたいですね。さあ先ほど大活躍した津村フォークですね。津村フォーク、これはだいぶキャラ差があるやつ。そうですね。さあ、おお、危ねえ、よう反応した。しかしなんかキングレオブランカが何もせず、はい、死んでいったところを考えるとうわ、ここ逃げるのか、なるほどね。始まった、最強。さあ、うー、的確、ペチペチと、うわどういうのこれ。でもこれね、勝ち方があるんですよ。なるほど、うわラリー、うわマジか、打ち当てる。勝ち方があって、はい、ブランカはフォークを歩いてきたときに中足ローリングってやるんですね。はいはいはい、その中足を直前で止まって歩いて弾くっていう、はい、そうすると中足使って歩き弾けるんですね。あ、なるほどなるほど、フォーク側上がってる、フォーク側の話。あー、差し合い侍ですね。それで猪俣兄がやってますね。マジっすか、
さあカズ DJ、 あと何人、クレヨンさんだけ。さあカズさん、ちょっとブランカ戦にはちょっと自信が情けでしたが、関東にしかブランカいないですからね。いないですよ向こうブランカ、真面目に。そういうことか。うまっ、マジか。まあ、このキャラね、むずいっすからね。まあ確かに。うおぉ、しかしキャラ差はできぜん。そうですね、キャラ差的にはかなりきつい。ジャクのやつらまずきついんですよね、これ。これはきつい。さあ、きついが。まっ、あはは、中村あなたこそバーサス勢だ。間違いない、最後の砦ですわ。うわさあ世界三大ブランカ、うわフェイスブレイカー、あれはねめくりもちゃんと落ちてしまう、やべえ技なんですよ。バルログ戦も早い、バルログ戦とかでも使い入れてますね。そうなんですよね、最近やっと研究が進んで。うえっ、うおー、ダウン下した。ナイスジャック、これ削りいける、削りかく、うぅ、いい勝負だ。俺は熱い。さあラウンド3、うおっと乗っかって、しかしうまい、ジャックがあるところは前に横から行く、プレッシャーがやべえな。うえっ、2バランスで、さあ残念から出さない。うお、うまい、マジか。ザ・ローリング、これは確定もらったが全然 OK。 そうですね、うまーい、あーマジか、最強。うわ、噛みつき、本気の本気のこすりさあ中村さん、ありがとう、大将戦行ったよ。これはバーサスの鏡ですわ。あとこっちは中村さんだけです。ああそうです、うん、対そうですね、対象対決になりました。中村さんって、はい、かぶせキャラばっかり、あー残念ですね。これでもブランカ有利じゃないですか。中村さんがかぶせキャラばっかりなんだけどと言ってますが、気持ち、まあ、日頃の行いですからねこれはね気持ち超わかります、気持ち超わかる、気持ち超わかります。本当、あなたさっきゴミオにとんでもないことしたっていう。おお、マジか、嘘でしょ、10番でスカス、え、そうなの、あ、ダルシムのスラと同じ感じなのかな、しゃがみパンチとかでやった感じでしたね、感覚的に。ってことは打点が低くなるのでスカせると、え、次の本間の飛びの打点が低くなるので楽になるのかな。なるほど、まあ、腹で飛ぶもありますからね。確かに腹だとなんかダメそうですね。腹だとあのスライディングだ、あー届かない、痛い一発、これは時間切れ、最後の一発を狙いましたが時間が足りなかったですね。お互い粘り強く戦う、黒いワンも無理しないですね。うまい、おっと今度表、たまには表、もう表いけないぞ、まだ第一、これはやばい、やりたいっす、やばい、サインヒット、そしてピュアル大一丁決めたのは黒いわ。いやー最後の流れが美しかった。いやあれやりに行くしかない状態になってましたね、まあ、もう確かに素晴らしかった。いやー、いやー楽しかった、皆さん参加ありがとうございました、お疲れ様です、明日も楽しみましょう。イエー、ビッグワン、あのわ初めて行く人はちょっと分かりづらいので早めに行ってください、よろしくお願いします。はい、というわけで今日は、イベントここまでとさせていただきます、お疲れ様でした。